どうもどうも。わさびさん、ピカピカありがとう。ちょっと待って。リップをさ、どこに置いたかわかんない。だよね。ちょっと待ってください。あ、浜さんの、そっか。今日は浜さんの失業公演ですね。うん。あれは、あ、これか。これかな。ハムちゃん見てた、急に始まった。お、何時からですか、今日は。今日は何時かな。今日2回公演？今日2回公演？今日って2回公演ですか？確かに今日、あ、だから今日はレッスン人少なかったっちゃね。なるほど。今日なんか8メンバーおらん子多かったからさ、あ、2回なんや。卒業公演2回ってこと？あ、そういうことじゃないか。夜が卒業公演、昼が普通の公演みたいな。大変やな。リップだけ塗ってみた。え、もうアクシデント中？え、早くない？え、何時から？今日アクシデント中ってもう早くない？うん？ 6 時半やないと？アクシデント中ってめっちゃ早くない？もう終わるやん。6時なんや。え、じゃあもうユニット終わったん？早いね。早いね。あと30分ぐらいで終わっちゃう、もしかして。早っ。ユニット終わったんや。早いですね。雨ですね。今日は雨ですね。今日はなんか、ひかちゃんが ね、なんかめっちゃびしょ濡れで歩いちゃって、結構濡れて歩いちゃって、で、後ろからひかちゃんが歩いてきて「え、傘借りんやったと？」っつったら「傘残ったからもうないのかなって思って」って。別に濡れてもいいから、濡れていい人だからみたいな言っちゃって、いやいやいや、あれフロントのスタッフさんに言えば貸してくれるんよって言って、そうなんだって言ってて、そう、傘、あいあい傘しました、朝から昼から。うん、パソコンをエミさんにしてタブレットで TMM を。いいねー、いいじゃん。風邪ひいちゃうよね。そう、ひかちゃんとあいあい傘して、でもひかちゃんが「いいよ」って言って「いやいや、よくないわ」って思いながら、ひかちゃんとあいあい傘して、そう、レッスン行きました。今日はね、そうですね。あ、今日18きちゃんもいましたよ。見た。18きちゃんも見た。うん。何人おったかな？覚えてないですね。しずくくんはもう一つの端末で見ながら見てるって嬉しい。嬉しい。みんなちゃんとショールームを見てくれるんですね。公園見ちゃっても。みんな背高いのって。みんな背高いですよ。お、高いかも。
言われてみたら高いかも。めっちゃ高いね。確かに何センチあるんやろ。でも名前を残念ながらまだ覚えてないんですね私。うん、でもなんか変わった名前の子が多かった気がする。変わった名前の子多くない？みなっぴーん、やっほー、1983さん、くまちゃんありがとう。そう、18期生の話。そうそう、17期ちゃんやったら太田ゆきちゃんと仲いいですよ。仲いいというか太田ゆきちゃんとはよく話しますね。そう、武道館の時足心配してくれたりとかもしたし、そう、そうそう、今回も結構話してる気がする。全員名前覚えて、えらいえらい。そう、めっちゃおしゃべりさんよね。そう思った、めっちゃ思うそれ。なんかこの間もさ、この間もね、なんかね、そうよね、たぶんあれは、あ、違う、間違った、平田ゆきちゃんじゃない、間違えた、太田ゆきちゃんね、うん、太田ゆきちゃん、あ、太田ゆきちゃんって言ったかな、さっき。そう、太田ゆきちゃん、あの、なんか平田ゆきちゃんじゃないです、太田ゆきちゃんです。うん、そう、めっちゃ自分から話しかけてきてくれるタイプで、そう嬉しいし、そう、この間、そう、この間さ、なんか真中さんの同期かなって思ったら話しかけちゃうのね。まさかの、そう、太田ゆきちゃんで積極的にそう話しかけに行っちゃってすごって思って。そう、いろんな先輩にね話しかけてますよ。ロマさん、くまちゃんありがとう。シノライバーありがとう。うん、ロマさんライバーありがとう。なんかめちゃくちゃ自分から話しかけに行ってるイメージですね。そう、私は全然人見知りとかないんやけど、先輩にこうガツガツ話しかけに行くのはそんな得意ではないので、そうですね、うん、半々って感じなので、羨ましいですねそこは。そう、常に喋っちゃう気がする。うん、いい子です、めちゃくちゃ。すごい、ゆいりさんにも話しかけれる、すごいね。そうだ、そうそう、この間の劇場公演の時からゆいりさんとちょっとずつ話せるようになっちゃって、そう、今日も一瞬話してきて、一瞬、ほんの一瞬やけど、一緒に書き物をしたりとか、目の前で、そう、私がここ、ゆいりさんがここでサイン書いたりとかして、そう、なんかちょっと話せて嬉しいです。うん、もっといっぱい話せるようになりたいですね。ゆいりさん本当に優しい。そう、なんかこの間のさ、初日の時もさ、あの、本当頑張ったねって、そう言ってくださって、すごい嬉しかった。なんか、そう、なんかすごいね、あの、嬉しいお言葉くださって、ギャレスさん嬉しい、ライブありがとうね、話しかけられるの羨ましいよね。
カースのカーコさん、ライブありがとう。ヤス1983さん、ありがとう。すごい、いいですよね。得すると思う。誰にでも話しかけれるのに。よいしょ。楽屋でもおしゃべりさんなんや。そっか。でもおしゃべりさんおった方が楽しいよ。やっほー。トゥ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 。いろんな立ち位置覚えなきゃね。ダンスもね。何から覚えようかな。エイトがやばい、本当に。なんかさ、なんかさ、あのエイト、ハルコーン、エイトみたいな人がさ、いろいろあるんよ。とかなんか、なんかあのエイトとハルコンでなんか左右逆、上下逆やったりとか、え、そう、もういろいろさ、そ、番号とかも逆とかさ、ごちゃごちゃなっちゃうよね。頑張ってます、みんなで。めちゃごちゃごちゃですよ。そう、ヒットメンバーは特に今きついですね。え、そう、どれがエイトでもうどれがアルコなのか、もうって感じとかさ、なんかね、縦だけじゃなくてね、横にも番号あったりするの。やから2の2とか0の2とか、そう、2の3とか3の2とか覚えんといかんかったりするやつもあるからさ、めちゃむずいよね。こんなん初めて。何の何みたいなの初めて、びっくりしました。めっちゃハードですよ。超ハード、ハード、ハード。だって武道館の時はさ、2日目、3個やったけどさ、2日目はカップリングリカーやったから5曲ぐらいしか出る曲なかったんよ。けど今回はこれ全部出るじゃないですか。全部まんべんなくみたいな感じやん。まあ言ってみれば。やから。そう、それしかも雫も覚えてたので、そうね、そう、一気に、そう、公演ポジとコンサートのレッスン、そう、コンサート3公演プラス劇場公演2公演分ね。全部覚えなきゃね。頑張ります。ね、そういえばさ、今日さ、ちょっとマシになったね。今日ね、もう結構ついさっきまで、お昼からついさっきまで、めっちゃ上唇がめっちゃもうとんでもないぐらいに腫れてたんですよ。なんなんやろ、唇あんなに腫れたの初めてかもしれん。あ、何やったっけこれ。え、青から始まるやつのチンジャオロース。
いいね、宮崎グリーンザウルスくんから。え、そう、めっちゃ晴れちゃって、で行くときに、レッスン行く前に行くときにさ、ひかちゃんに「ね、今日さ」って、なんか唇が急に腫れてるよねって言って、マスク取ったら「え、上唇すごいね」ってそう言って、そう、やっぱ人が見ても分かるんやって思って、ってか何リップ塗ってさ、まんまってさ、それができんやった今日。うん、今できるけど。兄のお姉さんの、うん、3人目今日の朝生まれました、おめでとう。ニュー、なんて言うんやっけ、ニューボーンって言うんやっけ。切磋琢磨さん葵になったん、ヤッホー久しぶり、えらいってありがとう。え、そう、急に晴れた、めっちゃね、なんですかね、そんなのあるんですかね、なんかちょっと調べてください皆さん急に、ほんと急に晴れた、起きて数分で晴れた。スンプンさん元気、え、めっちゃ久しぶりやない、くまちゃんありがとう、え、めっちゃ久しぶりやない、待ってたよ、うん、めっちゃ待ってた、てか心配してた、元気かなって。うん、直樹さんライブありがとう。なんか久しぶりにさ来てくださる方おると、過激だったってなる。私に内緒で何か美味しいもの食べた、いやー特に、ブルーベリー美味しいですよ。エンジンかけましょ、ブンブンブン、うふん、疲れですかね、何なんですかね、とりあえずやばかった、元気って、あ、久しぶりやけど、あ、見ちゃった、嬉しい嬉しい嬉しい、ありがとう、ありがとう、見てくれてたのね。眠くなってきたよー、サノンかわいいって、ありがとう。マニュアルの免許持ってるんやって、あ、バイクですね普通には持ってるけど、でも自動車はオートマ車なので、オートマ車限定なので、これできません、ガチャガチャミッションできません。え、昨日変わったもの食べたかって、食べてないですよ、変わったものなんて全然。うん、変わったもの食べてないな。いや、ブルーベリー食べても口腫れん腫れん、大丈夫って、一昨日晴れんやったもん、うん、そう、マニュアル車の運転はできんね、でもなんかやってみたい、けどむずいよね、うん、難しい、顔が赤ちゃんみたいで可愛い、顔赤ちゃんですか。ナッツさん、お花ありがとう。んー、何これ、あ、これ私が気になってるやつ、タコとね、ブロッコリーの、これ何やろ、セブンイレブンのさ、見てますか今タコとさ、なんかブロッコリーのやつ、でもなんかこの間見てて、でも結構するんですよ、そう、メロンパンありがとう、切磋琢磨さん、
セブンイレブンの多いよね、あれ。何っけ、野菜みたいな。野菜じゃないや、あのひじきのやつとか。何がありますっけ。あ、オクラか。オクラか。さなちゃんメイクしてない時や幼い顔。え、本気？メイクすると美人さん嬉しい。じゃあ今日は赤ちゃん幼い。でもなんか最近思う、え、最近、やっぱ言うのやめました。言うのやめました。え、違う、お味噌汁じゃない。なんかさ、セブンイレブンにあるさ、このカップに入ったさ、野菜あるやん、ひじきと枝豆のやつとか、あれのタコとブロッコリーのやつ。タコ、ブロッコリー、グリーンピース。違う、タコ、ブロッコリー、枝豆。いや、枝豆かな、あれは。ま、豆、緑の豆。気になるんで最後まで言ってください。言いません、言いません。そう、言いかけたので言ってください。嫌です、もういません。のむのむさん誕生日、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアのむのむさん、ハッピーバースデーのむのむさん、おめでとう。気になって今日の眠れん。そんなことない、そんなことないよ、絶対寝てます。おめでとうございます。素敵な一年にしようね。あ、そうや、今日ね、あ、待って、これまだ発表されちゃらんからか、うん、発表されちゃらんちゃろうかね。ハルコンのグッズって何が売られるか言われてます？言われちゃらん、言われちゃらんならやめとく。多分 AKB の方のコンサート。今日デザインしたんですよね。今日デザインしました。発表最初ね、知らんけど、ダメ、絶対ダメ。今日は帰ろうって思ったら、マネージャーさんに、いや今日ね、書き物したんよ、結構大量な書き物して、え、そう、1時間半ぐらい多分書き物しよって、1時間半もしたかな、まあ1時間ぐらいか、まあ1時間ぐらいしてレッスン終わって書き物しちゃったっちゃけど、それ終わってさーって帰ろうって思って準備しよったら、あ、上美さん、これも書いちゃいましょうかって言われて、ちょっと今度にしようかなって思ったんですけど、ちょうど今日は書き物タイムしたので書いて帰りました、ちゃんと。そう、デザインしてきましたよ。お楽しみに、みんな絶対ゲットしてね、絶対ゲットしてね。私も欲しいので、あれ羊ドニリのエンジンの音好き。わかる、めっちゃわかる、わかる。待って、どんな音やっけな。直樹さん、ライブありがとう。ブーンねー、待って、どんな音やっけ、聞いたらわかる、わかる。そういや、ウエミさんって言ってくれる、え、ウエミさん
って呼ぶ方と上美ちゃん、ほぼほぼ上美ちゃんですよ。上美ちゃんか上美さん、若いスターさん上美さんですね。でずっとお世話になってるスターさん上美ちゃんですね。うん、上美ちゃんが多いな。ダンスの先生はソラノちゃんです。ダンスの先生、エイトのダンスの先生はソラノちゃんですね、ずっと。うん、まるまるちゃんってそう言ってくれる。うん、そうそうだよ、勇気だよ、なんとか。直樹さん、ハートありがとう。マイカ先生知ってる？そう、マイカ先生、ソラノちゃんですね。ソラノちゃんって呼んでくれますよ。やっ1983さん、くまちゃんありがとう。なんかめっちゃ可愛い、くまちゃんありがとうございます。がそう、47の、そうですね、マイカ先生ともう一人の先生ですね。普通に考えたらソラノちゃんって名前かわいいよね、嬉しい。ありがとう、名前褒められるのってさ嬉しいよね。わ、いいね、このペア、ひじきの、ひじ、このひじきと豆のやつ好き。あ、てかこれ今日朝食べた皿の今日の朝食べたセブンイレブンのひじきとわかめじゃない、お豆のやつ。カラスのガーコさん、ライブありがとう。何見てんのって、これはセブンイレブンマニアが集結最強激うまナンバーワン商品決定戦、熱狂マニアさんかな。そう、キラキラレームですよね、確かに。あんまりないですよ。わ、絶対サラダが食べれない、サラダ出た、マカロニサラダ、マカロニサラダ絶対食べれません。お疲れ、ありがとう、せっさたくまさん。TBS です。です、です、です。ロクちゃん。え、そう、マカロニ嫌いなんですよ。そう。マカロニサラダよりポテサラが好きです。おー、両方嫌いです。サーモンはみんな心配しなくても両方嫌いですよ。両方嫌いなんでね。
ば、美味しそう。オクラと長芋ミックスなんてあるんや。これどうやって食べるん？解凍するんかな。マカロニ嫌いなんだ、珍しそう。嫌い、苦手。ツナサラダとか一番無理ですね、私。プーマさん、ありがとう。オクラはめっちゃ好きですよ。ニンニク醤油味のタレ、オクラにかけると美味しいやって。オクラ美味しいよね。あのネバネバ最高。ニンニク嫌いなんや。ニンニクってどんな味やっけね。わあ、今日食べた、うん、カキグラタン。カキグラタンとかあるん？マカロニも入ってました。あ、違う違う違う、そういうグラタンのマカロニはめっちゃ好きよ。違う、あ、マカロニサラダはさ、マヨネーズで絡めてあるやん。それがダメなんよ。そう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 、グラタンのマカロニは好きよ。マカロニは好きやから。マヨネーズと和えられちゃったら、うん、ダメ。それだけ。あ、そう、オクラとかつお節めっちゃ美味しいよね。醤油かけるだけで。あ、そうそう、そっちよ、そっち。マカロニは好きよ。うん、あ、そうそう、グラタンのマカロニは好きよ。好き好き、逆に好き。 その相性がよろしくない。相性が。山芋好き。山芋の鉄板焼きとか好き。うん、山芋の鉄板焼き。じゃあ今度美味しいグラタン食べに行きましょうって。じゃあ連れてってください。いや、教えて、その美味しいお店。なんか何でもしちゃうね、美味しいお店。適当によるそれ。直樹さん、ピカピカ、ありがとう。少し眠そうですね。やっぱりです。食べ物は適当ではないです。お、すごっ、自信満々やん。サンドイッチ、これは。違う、サンドイッチじゃないな。フルーツサンド、ありがとう。あ、自然薯ってこと？ね、山芋の鉄板焼き美味しいよね。食べ物以外は9割適当ですって。あ、じゃあ、あれなんやっけ、グラタンの美味しい店を知ってるんですか？かもしんないよ。でも覚えることがいっぱいあるんですよ。アップな、今見えるとこやった。いくらたん美味しい店とかあるんや。すごっ、珍しくない？
見えちゃうよね。大丈夫だね。立ち位置覚えようと思って。見なかったことにダメよ、ダメよ。チンジャオロースじゃない、チンジャオロースか。できたけど食べるって。チンジャオロース召し上がれ。最近全然当たらんって。劇場最近なんでやろ。前よく当たりよった。ハマ16連で泣いてる。どういうこと？16連って。いつも使い終わった資料どうしたの？え、お家にある。お家にあるよ。16連って、え、16曲全部泣いてるってこと？16曲もあるんかな。16連コールってどういうこと？あ、コールで泣きよるってこと？ハマちゃんが16年。あ、ハマちゃんは16回呼ばれたってこと？そういうこと？どういうこと？どういうことだ？今危なかったな。あ、ヒガちゃんって呼ばれよったやつ？アンコールの前？アンコールの前？この。え？ちょっと待って。あれ、これどんなんやったっけ。
やばい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 よ。今日は1時間経って終わるんで、1時間って何時になったら1時間ない？1時間経ったら教えて。ありゃ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 、降りて、ありゃりゃ、なんか頭に入んない。どうしようどうしようどうしよう。56分になった。1時間お、じゃあ教えてください。メール書いてんの、立ち位置覚えてますよ。立ち位置がね、もうめちゃあるんですよ。そう、やばい、違う曲が頭に流れてくる。どうしよう、待って、これどんなイントロやったっけ。違うユニットが出てくる。どうしよう、どうしよう、待って、あ、やっぱ違うよねこれ、やっぱそうよね。で、にえ、一回寝てリセットしてみる。いや、ちょっと一旦覚えてから。寝る。一回覚えますよ、ちゃんと。やばい、どうしよう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 。本当に今回やばい。頭がいっぱい。もうすでに今月ね、13、14、15、もう今月すでに23曲披露し終わってるんですよ。23曲今月も、そう、あと何十曲もあるので、ももかさん優しい、嬉しい。そう、もう今月23曲終わっちゃったので、そう、まだ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 あるので、サーリンもミスしちゃってダッシュしちゃった。え、何のミスですか。あ、 MC？ 何だろう、これが、ありゃ、
ああ。歌詞とか全部覚えてるもんなの。歌ったことある曲は覚えちゃうけど、歌ったことない曲は覚えんとね。知らん曲やったら。よし。目が疲れてきたぞ。でん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 。それでそれでそれで。今月？あ、今年近い、すご。頑張って覚えますよ。大変だと思うけど、ちゃんと寝て寝て寝ますね。悔しくて当たり前だから、ステージ立てただけで偉いって言ってたって。優しい、桃香さん。めっちゃ不安でしたもんね。よし、この曲 OK。 いやでも本当にこの曲はちょっと覚えてない。あ、来たぞ来たぞこの曲。ちょっと待って、これでいい。でででででいい。さあちゃん最近天然エピソード聞か、天然じゃないもんだって。天然やないもんね。自分が出る順番覚えてる？まだ覚えてないです。まだ全然覚えてないですよ。そう、天然じゃないからさ。天然エピソードなんてないんです。
こんばんは。みんな慣れちゃって気づいてない。そんなこともないです。あの天然じゃないんで。沙織さん、嬉しい、ありがとうございます。待ってますね。と本当にやばい、ママちゃん卒業公演見て泣いてますか。今何の曲ですか。天然、天然じゃないんでね。その余裕ないんで今余裕ゼロなんで。でこれで、ああなるほど、これで、待って、これ映るね、大丈夫か。お疲れ様ごー、今立ち位置覚えてます。めっちゃ移動するやん。誰でもできるわけではないので自信持っていいと思います。優しい、ありがとう、頑張ります。真剣ですよ、めっちゃ真剣ですよ。そう今そうお話し会の再販、皆さん待ってますよ、待ってるよみんな。コンサート終わったらサラマンのことをたくさん癒してください。今すっぴんです。リップは塗りましたか。待って、ここで手出すのやっけ。ちょっと待って。
いや待って合ってる。307日そんなにやってる。ありがとう。昨日お寿司で今日焼肉だったから最後あら待ってるよ。みんなぜひちょっとでも迷ったらサンゴのこと癒しに来てください。5月27日のオンライン申し込んで嬉しい。皆さんお話し会待ってますね。お話し会集中力あるしどんな困難も乗り越えられると思うので頑張ってね。嬉しい、ありがとう。乗り越えます。まず足を直したいです。空のエイトメンバーから卒業メッセージってことはまだ卒業の歌を歌ってないんですね。足が治ったらね、もっと練習できるよね。うん、今日のレッスンも結構足きつかった。テーピングの巻き方わからんから、今日は尻尾を張ってファンの方からいただいた、そうサポーターつけました。ちょっとサポーターがあるって思ってありがたいと思って。あ、2曲歌ったんやん。何でしたっけ。あ、待って、ちょっと待って、言っちゃってそれが まだ後の曲やったら困るからやめてきますね。あ、54分もう、ありがとう。じゃあそろそろねランキングをね読んでいこうと思いますよ皆さん。やばい、数字が大きすぎて覚えるのがこうなんだ。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。10歳パンダさん、12はピンクのクマさん、11はピンクカメオさん、10位はソウシさん、9位はゲレサットマーク7レンジャーさん、8位はナオキさん、7位はアオイさん、6位はカラスのカーコさん、5位はスヌボンさん、4位はワーサッピさん、3位はカズトさん、2位はドマさん、1位は8983さんでした。ありがとうございます。というわけで皆さん今日も見守ってくださってありがとうございました。そのままこの後引き続き一生懸命覚えたいと思うので、はい、頑張ります。スタチーチもまだ入ってないし、本当にコンサートいっぱい曲あるので頑張りますね。というわけで皆さん今日も一日お疲れ様でした。そうですね、今月を乗り越えたらまた一歩成長できると思って頑張りたいと思います。はい、それでは皆さんおやすみなさい。ありがとう。せーの、空のじゃんけんじゃんけんブンブン。
んなありがとうございます。頑張ります。